Hello, everyone. Welcome back to another episode of Yakuza 6. And last one, we basically finished up all of the sub-stories that I think I can without going back to... Yeah, Blurrybot is still in timeout. That's why Blurrybot's been quiet. But yeah, so then... we've got... all of the sub-stories completed that I can without going back to Onomichi, which I don't have access to at this point. So... I need to... do story, I guess. Who does fucking story in a Yakuza game? Ridiculous. Yo, you still a little sewer boy down here, Akiyama? Oh. Gentlemen. だれだお前ら。バタポを置いてない。ベランカ逃走。要確定这家伙今天死在这里。中国人。ここでずっと秋山の帰りを見張ってたってとこか。話の通じる相手じゃなさそうだ。 看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。Sao Triad。Bye. Hell yeah. Took them both out with one punch. どうも、キリュウさん。俺ですよ。 覚えてます? ああ 前にこの場所を教えてくれたやつか よかった 俺まで殴られるんじゃないかと思って Don't just start punching people randomly でもキリュウさん なんでまたこんなとこに 秋山さんなら前にあんたと出てったきり ここには戻ってないよ また秋山と連絡が取れなくなってな あんただったら連絡つけられないか できなかないけど、少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。ああ、あいつはまだ中国マフィアから狙われてるようだな。正直、そこまでやばいなら神室町を離れた方がいいと思うんだけどね。秋山に、俺の携帯へ電話よこすように伝えてもらえるか。わかったよ。 Alright. I'll kill some time. Doing what exactly? In. Oh, okay. Hotel district. Kiryu-da. Akiyama-desu. 連絡取れなくてすみません. 何か俺に用があるとか? ああ. お前は今どこにいる? まあ、転々としてますよ. 神室町にはいますけどね. そうか. お前に聞きたいことがあるんだ. この間... エドって中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ?
採用会の中でってことですか。幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口切るメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。エドと話がしたい。あいつの居場所はわかるか。エドと話したいって。なんでまた。採用会が遥の事故に絡んでいるかもしれないんだ。エドがいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんですけど、なんだ。キリュウさんが店行ってエドと話したいと言っても、手下どもが通してくれやしません。その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです。今から会いませんか。いいのか。どこで劇場前広場にアパホテルってのがあります。I know exactly where that is。キリュウさんはお一人ですか。ああ、一人で行く。わかりました。俺もすぐ向かいます。でも、今度はつけられないようにしてくださいよ、キリュウさん。わかってる。I think it's the one just to the right. Either that or it's the one. Okay, yeah. Yeah, where's the cat that's supposed to be here? Cat is. Like to come in, please. Like to come in, please. I don't know what that says. I can't read Japanese. Hello, everyone. You take care of them before I can go up and meet Akiyama. Maybe I should walk over somewhere more secluded and have a chat. Theater Alley would be the perfect place. Theater Alley, yeah, that's the one that's like just down here. Well, I can't run. Weird. Spooky. Stupid enough to follow me. Everyone. さっきから俺をつけてるのはお前らか。 Hey. Hey. 問答無用か。 They still don't know. They don't know.Who's another guy? Whoops. Doubtful. They don't know.
They don't know that I'm the fourth chairman. Leap. That door's open. Am I supposed to go in there? Nice. Akiyama. Dude, Akiyama's so cool. No, he was trying to be sneaky, trying to make sure that if Kiryu was followed, like he could just get the fuck out of there. 今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト。 人生一家の室田です。 命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、キリュウさん。Oh! Way early in the game! Okay. なんでここに? The guy that you saved. 最近、この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば、俺のことをキリュウさんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の素骸ってのも穏やかじゃないんで。キリュウさんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ。いやー、よく見りゃ本当に四代目だったんですね。あの後カムロ町に四代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。 Not surprising. 動揺。今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の2人が主導権を握っています。理由はもちろん6代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた。順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何か所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界の門がアジア街に火を。ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。で、その構想が収拾つかなくなると、サツはうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。 Fucking nice. アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は6代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東上界の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。I mean, they just had the button or the pin. わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ。それじゃ俺はこれで。
登場界には今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ。菅井たちと採用会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを、俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上界と中国マフィアの抗争に加えて人言派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、道島の竜が今またこの町にいるってことです。キリュウちゃん、では分かってます。キリュウさんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも I mean... あなたには期待しちゃうんです。 Yeah and no。 すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート？ Through the sewers。 採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。 I've walked through Little Asia several times. I don't know what the big deal is。 キリオさんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用界の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど。I'd be more okay with Majima being the dad. 俺がアジア街を案内します。I'd be like, all right, I get it. いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら、尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど。I like hanging out with you, Akiyama. Don't apologize. You're a cool dude. Bye. Should head back to Serena and meet up with Nagamo and Yuta. Alright. The way that that was set up, I was like, oh, there's gonna be people who are gonna be walking around the corner and trying to fight me, aren't there? Would have been completely expected. Alright. Leap. Thank you.
Hello. しばらく寝てろ。Oh, all right. Well, items. If... may as well use one if I could pick one up. Right, what's my hunger? 30. いらっしゃい。Worth it.Damn it. うまいな。 Hell yeah. さ、行くか。 This is one that I don't fully like, because you have to walk downstairs in order to... Like, it'd be cool to actually go there and、eat upstairs, but for video game purposes, it's like...Gentlemen! Good. 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 Kiryu no Ariki. Sumasen. That one's broken too. What the fuck? Hold on. Let's fix that one too. I don't know why all... I'm pretty sure I went through and I...fixed all of these, but apparently either they didn't save or they didn't fucking care. My boy. There we go. That's the one I was looking for. Just now going through, seeing if I see anything obvious.Doesn't look like it. All right. Kashira, Shikotama Nonjimate. Kore demo Tatsuka no Koto. My boy! There you go. Ore dat te oitagatta no ni. Saki ni yopparaware chaimashita yo. Ma. Omae ra no kimochi wa wakatteru nda ga. Goman da zo, sono sake. Ha?一本五万はする酒だ。One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 500,000 yen. ちょ、え、それじゃ、50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。I did say. 頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータ踊れ。なんでもっと早よ止めんのじゃ、バカだれ。タツカなんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後でなんとかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことです。ねえ、キリュウの兄貴。ああ。もう目は覚めたのか、ナグモ。当たり前じゃい。これから殴り込みつけて、いつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし、韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、辰川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカムロ町を組んだら目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど
わしらにとっても達川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、言うた。へいへい。キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな。そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。All right, boys. Akema said to meet him outside to Little Asia. We should get going. Let's go, boys. Hell yeah, they keep up with me. Do first. Give the guy a hug. No, you can't actually, like, give him a hug, which is kind of unfortunate. Come on, Yuta. アジア街じゃ。秋山ユンはここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです、キリュウさん。少し距離を空けてついてきてください。 I kind of fucking reek。 ナグモ、ユータ、あいつが秋山だ。ええ、ヘイ。 Follow, but don't follow too close.江戸の店はあれです。少し遠回りになりますけど、他の建物自体あそこに忍び込みます。わかった。それじゃ、こっちです。Oh, cool! Look at this vending machine. Oh, there's a key back here or something. 改めて、秋山です。キリュウさん、そちらの二人が広島の。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった達川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前は神室町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでした。それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って。 Get ready for a gauntlet。 さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるので、こっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね。それ同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今とにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東上会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから。気休めかもしれませんけど、いいでしょう、これ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。Please change your clothes。まず、俺とキリュウさんで先行して屋上へ行きます。You are so identifiable by your clothes。南雲さんとユータ君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らします。Like, the suit is kind of your trademark。持ってきてください。わかった。了解です。早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いします。Strouth。 Yeah。
Also, Kiryu kind of cuts an imposing figure. None of this is... especially to something like Strouth. I like how he's sneaking. I'm just like strolling. Oh, hey, look. Yoink. Yeah, Stealth is. So I don't know why I got auto-corrected to Strouth. 去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了，知道了。啊哈！你绝对是装睡的，对吧 ？You went and got a handy. 那么回事儿。いいですよ。ブルル。Walk faster. No, I don't know about you. Strouth is 100% a real word. Yoink. Oh, fuck yeah. Stamina Royale. Mine now. Yo, it's Butcher. Where's Blade? Yo, we're fucking Metal Gear in this? I think that's where we came in. Wow, good job, shutting the door super fucking loud. Yeah, all Kiryu is doing is just strolling. Hello! Hey, Butcher. Damn, you got a... Akiyama could use a little bit of something. That worked out cool. 早く行きましょう。 Akiyama went for his kick. I went for the punch, the jab. Yeah.
Like you said, we're in like their nerve center of their HQ. That's back here. Okay. I was curious if I could fall off there. Does not look like I can. So yeah, like, there's bound to be people walking around. Hello. Hush. Hush now. Hello. Alright, you're actually blocking the way. Knock, knock. Hello? Ouchies. Hey, so maybe now. それじゃあ、下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。Was he just carrying that the whole time? Or was that up there?全員揃いましたね。それではご案内します。I fell. やけに静かだな。あれ？誰もいない？もしかすると罠かもしれないな。Yeah, if somebody already knows that there's people here, then no shit. There's probably a trap that's set up. Oh, who would have thought? どうやら悪い予感が当たったようですね。面白いなってきましたわ。Alright. Start grabbing shit. Hold on. Oh, that would have hurt. Probably real bad. Real bad. All right. All right, here we go. Go. Oh, cool. Nice double team. Orre, orre! Odorera no ai
手はこのわしじゃ。よし、ユタ、そっちは任せた。もうわしらに任せてくれりゃええ。Thanks, guys. Thanks. Hell yeah. Akiyama, though. Fucking leg lariat took him out. Move. Move. Alright, we're good.Just making sure I wasn't missing like something to pick up. Go to Ed's room. さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか。Who do you think? I literally am just covering my face.Everything else, you should be able to identify me. Kiryu Kazuma. Dojima no Ryu da. Ore o kangei shiro to wa iwane ga, anta ni wa kikitei koto ga aru.相手してもらおうか。聞きたいこと？立川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や、奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、立川を殺したのはこの私だよ。Okay. なぜ達川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が？俺の質問が先だ。達川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。What are you saying? I fucking murder a bunch of people in cold blood by like slitting their throat? Is that what you mean? That ain't me. I don't know about you, but that ain't me. Kiryu-san は、Also, I would not be caught dead with sunglasses like that. Hey Heights. Nope.中国の一人っ子生活に逃れて生まれてきた子供たちの。You rude boy, you. 彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない。Being secluded in the fucking desert. しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によればその数は。I don't know how that works. その兵配置の一人だった。中国人だったってことか。西洋会は。I don't give a shit about most of this. Like, not me, Kiryu. I probably didn't give a shit about most of this. 立川が余命連合会の極道になったのもいつか。我々の役に立つ。 Like, I don't need his life story. I just. しかしあの男は子供の頃に受けた恩。 I need to know about him and Haruka. その時から彼は我々の制裁を恐れていたはず。 That's it. つまりは自業自得。立川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ。さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければ、
あの世で立つ側から直接聞くと。Nah, it's okay. この私が立つ側のもとへご案内して差し上げよう。キリル・カズマ。It's a cute little knife you got there. Ed. You know, if I could fight like this guy, sure, I'll be fat and bald like this guy. Although he's getting his ass rocked by Kiryu, but that's also not a surprising thing in, you know, this world. Pretty much everyone gets their ass rocked. Hate that last one. Oh shit, he's countering a lot. Hey. Oh, the boys. Took you about goddamn time you beat those three people. Hey, Ed. Ed, hold on. There we go. He's taken care of. Just that last guy got bullied hard. All four of us just like, nope, you're not going anywhere. He doesn't know. He calls me the Dragon of Dojima, but he doesn't know. Tatsuka を殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカワがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。 Shut up! That was about as well timed as I thought. ありゃ、マスゾエか。マスゾエ。Where are the guns? Where are the guns?踊れる。ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。
なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部が中国マフィアとグルなのか。陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なる。東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何？俺はな、桐生さん、中身は生粋の中国マフィア、最初から最妖怪の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も達川と同じってことか。達川？達川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は達川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。 I probably shouldn't have your back turned on Ed, by the way. この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある。達川は広島で沢村遥って娘にハルトっていう赤ん坊を産ませて彼女の姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの。そうか。それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。マスゾイ、早くこいつらを撃て。何を持ちぶっている。落ち着いてくださいよ、江戸さん。ボスが来てます。何？ボスが、なんでわざわざこんなところへ。私は西洋界総帥のローというものだ。ビッグロー。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。What a mood. ビッグロー。そちらのことはマスゾエから聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长者不能被人知道的秘密。 I don't know what he's saying. Yeah, same, Kiryu. 把枪放下来。Kiryu さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある。まず私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。
私の招待を受けてくれるか。ああ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただし、That shit like blew up in Yakuza 1. Kiryu-san. Shangri-La? It's either Yakuza 1 or Yakuza 0. It was one of those two. ようわしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃけ。わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの舛添が中国人だったとはの。ヘイハイツとか言うとりましたか。タツカといい、マスエといい、一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイツって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って、二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも、中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつってこっそり二人三人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届けてないもんだから戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。西洋会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。He reacted though. それが中国マフィアのスパイとして送り込まれたわけですか。西洋会と陽明連合会ってのは何かつながりがあるんですか？わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。キリュウさん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか？ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのかわからない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かになるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの？さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。牢が俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。達川と舛添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、牢が舛添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます？ん？俺、達川から中国語を教わってたんで、大体の意味は分かったんす。Explain? 道島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか、興味深く思っていた。毕竟、那伟大的土地。生长着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語は
なんて言ってたんだ。あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって。決して起こしてはならない。 Or it could be the fucking giant ass fish below the water. They got some big fish below there. Conspiracy. Just a Tokyo restaurant.カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが。Yeah, where's Palatine? 東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ、関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。It's poisoned, isn't it? 老害。そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。Where that? Pocket tissues, fuck you. なるほどな。それじゃあ結局、例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥かの事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ？それじゃ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことなら、もう遥とカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜、ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし、達川にしても、舛添ってのにしても、中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ。なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて。俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは、西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんなら、もう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は。Oh. そうめや。Can't you see we're having a private meeting? おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面を拝まされるとはの。何の用じゃこれ。ふん。
カムロ町の女の味はどうでした？南雲さん、広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間、お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら登場会の街ですよ。お忘れですか？なんならあんたが店でどんなプレイしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷？お前は登場会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は4代目にお願いがあってきたんです。悪い話ありませんよ。何？単刀直入に言います。4代目。 Why?Alliance with a civilian? なんだと。四代目は昨夜、最王会総帥のローに会われましたよね。アジア外にローが姿を現したと聞いています。同じ頃、登場会の門がアジア外に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで、ローと次に会うのはいつです？その時に、俺をローと引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる？ご存知の通り、登場会は今ローの最王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで、終わりの見えねえ泥沼。 That was more to this. There's more to it. 手打ちにしようにもローはある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。奴の息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす最王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが、町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。登場会が殺したのか、ローの息子。 There's a lot of death in this game. 刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは登場会がその殺しに絡んでいると思っている。だから登場会と最王会の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください。四代目、たまにはあんたも登場会のために役に立ってくださいよ。 Nope. ねえ、I'm a civilian. 兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな、おい。兄貴はの、ローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。Yeah, thanks. それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。Thanks for confirming that. あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って最妖怪をカムロ町に引き込んだ人間が登場会内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば最妖怪を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは最妖怪とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を登場会6代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は登場会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった最王会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは登場会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？ないいだろう。夜になったらまた。 You have now just agreed to go against the agreementwith meeting one-on-one with the leader of the triad by saying that
he can come along. Kiryu just fucked it all up! この店に来い。ローのところへ案内する。え、兄貴、ちょっと、ええんですか？ただしローには今夜、俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上、何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます。Because I don't trust him at all. 兄貴、行けよ。あのソミアの下道は、構想相手のローをやる気じゃ。That's kind of how I feel. もしそがな真似されたら、もうローから立つかの話聞けんようになる。ああ。だが、だからこそ、俺はソメアと一緒に動くんだ。あのソメアと男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからない。狂犬は話し飼いにするより、近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあのソメヤが来ます。あいつを連れてローのところへ行けば、何が起きてもおかしくありません。キルさんは、今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っております。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いときますわ。Things might get messy tonight. I should stock up if I think I'm gonna go do that right now. And then once I do that, that'll be the end of the stream. Oh shit, it's getting real dark. Hold on a second. I need to go shut some windows. So I'm gonna pause the recording and I'll be back in just a little bit.All right, windows are closed. Let's do a few things. ありがとうございました。I don't know where to find like stamina royales. The drugstore is not here anymore. So I'm like trying to hit up places like Don Quixote. Uh-oh. No, no, there we go.Those are all still full. ありがとうございました。Pawn shop? いらっしゃ。So much money. ありがとうございました。It's a six stamina royales. I don't know where I could buy them. Black market.
That's the worst. Need to complete 13 of 16 clan creator missions to then unlock the black market, which sells stamina royales. Smell burger time. Sure, this is fine. So those are all I can boost the XP gains for all of those. Do the vending machine. I want to get another orb. Two more. Okay. Jesus, look at the on the gauge on the right. Look at the attack and heat. Those are out of the Pentagon. All right. So that believe puts me at 2 are for going back to Onomichi. That, like, obviously can give me a bunch of XP, but also gives me some health, so I kind of want to wait till I have health for that. I need health. Oh yeah, boobies. Oh, that's back. Okay. Also, again, why these photos? Weird. Okay. I think at this point, I'm gonna go into New Serena, and we're gonna save the game there, and that will be the end of the video, and the stream. Kiryu-san. Hello. Save. Cool. All right. So for those of you who are watching on YouTube, thank you all so much for watching. I'm Blurry Phoenix. And game on.